UEFA ヨーロッパリーグ2016から 17UEFA ヨーロッパリーグ2016から 17, から17決勝決勝戦が行われたフレンズアレーナ UEFA ヨーロッパリーグ2016から17決勝は欧州サッカー連盟により開催される UEFA ヨーロッパリーグ2016から17の決勝戦であり8回目の UEFA ヨーロッパリーグの決勝戦である 試合は2017年5月24日、水曜日にソルナのフレンズアレーナで開催された。決勝戦は、エールディビジンに所属するアヤックスと、プレミアリーグに所属するマンチェスターユナイテッドの間で行われた。マンチェスターユナイテッドが初優勝を果たし、UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、王者と対戦する 2017UEFA、スーパーカップの出場権を呼び、 UEFA チャンピオンズリーグ2017から18の出場権を獲得した。欧州主要大会でのアヤックスとマンチェスターユナイテッドの対戦は今回が5度目となり2勝2敗の5分である。アヤックスは今大会は2回目の決勝進出である。前身の UEFA カップ時代の1992年に優勝を経験している。一方、マンチェスターユナイテッドは 初の決勝進出である。UEFA チャンピオンズカップ時代を含め、チャンピオンズリーグで3回の優勝、UEFA カップビィーナーズカップで1回の優勝を経験しており、今大会で優勝を果たすと、アヤックス、バイエルン・ミュンヘン、チェルシー、ユベントスに続き、史上5チーム目の UEFA 主催3、大クラブ大会制覇を果たすことになる。2015年6月29日に、 チェコのプラハで開催された UEFA 理事会でフレンズアレーナが決勝戦の会場に決定された。フレンズアレーナでのヨーロッパコンペティションの決勝戦の開催は今大会が初めて。このスタジアムは2012年に建設され、同年よりサッカースウェーデン代表とアイク、ソルナのホームスタジアムとして使用されている。UEFA 主催大会では5万人が収容可能であり、 UEFA 欧州女子選手権2013では決勝戦で使用された。サッカースウェーデン代表通算96キャップを刻んだパトリック・アンデションが決勝戦の公式アンバサダーに任命された。全4万8000枚のチケットのうち3万7000枚がファン、一般に対して販売される。決勝に進んだ2チームのファンにそれぞれ1万枚ずつ割り当てられ。 残りの1万7000枚が一般の観客を対象に販売される。この一般チケットが2017年3月17日から3月28日まで販売された。チケットの販売価格は以下の通り。なお、残りのチケットは地元の組織委員会、UEFA、各国サッカー協会、スポンサー、放送業者等に割り当てられる。5月22日に マンチェスターで発生したテロ攻撃を受け決勝のオープニングセレモニーが大幅に縮小され、キックオフ前には犠牲者に対して1分間の黙祷を捧げることが決まった。この決定により、当初予定されていたスウェーデンのアーティスト、アクスウェル・イングロッソのパフォーマンスは行われなかった。中以下のすべての結果は決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。 チーム 1V、チーム2試合前、マンチェスターユナイテッドは、準決勝、セルタ戦のセカンドレグから2名を変更した。その試合で、退場処分を受けて、出場停止のエリック・バイリーに変えて、クリス・スモーリング、さらに、ジェシー・リンガードの代わりに、ファンマタを、先発起用した。一方のアヤックスは、準決勝オリオン戦のセカンド、レグから1名を変更した。こちらも退場処分で、 出場停止となったニック・フィエル・フェヘルにかえや色、リーデイ・バルトが先発起用された。前半14分にはエリア内でパスを受けたバートランド・トラオレが右足からのシュートを放つが GK、ロメロの正面をついてしまった。18分、ユナイテッドは敵陣深くでボールを奪うとテンポよくパスをつないで最後はポール・ポグバがエリア手前中央からミドルシュートを放つと DF に当たってコースが変化しゴールが決まった。前半は1から0でで折り返した。後半48分、ユナイテッドが CK の競り合いからゴール前にこぼれた球をヘンリー組むヒタリアンが右足で押し込んで追加点を挙げた。アヤックスはダビド・ネレスなど攻撃的な選手が交代で出場したが得点を奪えなかった。ユナイテッドが2から0でアヤックスを破り、 大会初制覇を達成した。マンチェスター・ユナイテッドは、史上5クラブ目の UEFA 主要3大会の完全制覇を果たした。また監督のジョゼモーリーニョは、UEFA チャンピオンズリーグと UEFA ヨーロッパリーグのタイトルを複数回ずつ獲得した初めて指揮官となった。解説、松原吉香実況、下田久志公解説、津波と文実況、ダルフ鈴木。 ありがとうございます。